ロスマリン酸は、ローズマリー、シソ、レモンバームなどのシソ化植物に含まれるポリフェノール類。1958年に、イタリアの科学者エムエルスカーパティと G オリエンテにより、ローズマリーより、初めて単理され特定された。科学的には、三ク酸のコーヒー酸エステルである。ツノゴケ、シダのシシガシラカおよびタンシオ、単子用、創子用シ脂植物のいくつかの目の種で、 ロスマリンの酸の蓄積が示されている。最も顕著に見られるのは、多くのシソ科、特に犬ハッカー科である。アセメムベシリカム、アセメムテインフロレム、メリッサオフィシナリス、ロスマインデスオフィシナリス、オリガヌムマジョラナ、サルビアオフィシナリス、タイムおよびペパーミントなど、一般的に料理用のハーブとして使われる種に見られる。クズーコン族やタリアの種など、 クズウコン科の植物でも見られる。ロスマリン酸と、その誘導体のロスマリン酸酸オーベータ d グルコシドは、ツノゴケ類のアンターサースアグレスタスに含まれている。ロスマリン酸の生合成では、一般的なフェニルプロパノイド経路からの4クマロイル、COA を、ヒロドキシシンナモイル共用体として用いる。ヒロドキシシンナモイル需要体機質は、シキミ酸経路に由来する。 エルチロシン由来の式味酸、キナ酸、酸、4次ヒドロキシフェニル作酸。よって、科学的には、ロスマリン酸は、コーヒー酸と酸、4次ヒドロキシフェニル落酸のエステルであるが、生物学的には、4クマロイルマイナス4、ヒドロキシフェニル落酸から作られる。ロスマリン酸シンターゼは、カフェオイル COA と酸、4次ヒドロキシフェニル落酸を用いて、 COA とロスマリン酸を生成する酵素である。ヒドルキシフェニルピルビン酸レダクターゼもこの生合成に関わる酵素である。人の体内での動態は未解明である。ラットを対象とした動物実験で血糖値上昇抑制作用があるとする報告がある。ありがとうございます。